今回の問題、スパニングツリーのポートには3つの役割があります。ルートポートは何々でルートブリッジに最も近いポート、指定ポートは何々でルートブリッジに最も近いポート、上記のどちらにも当てはまらないポートは何々というポートになり、ユーザーのフレームを喪失しなくなりますが、何々は受信します。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。スパニングツリーのポートには3つの役割があります。ルートポートは各スイッチでルートブリッジに最も近いポート、指定ポートは各リンクでルートブリッジに最も近いポート、上記のどちらにも当てはまらないポートは非指定ポートとなり、ユーザーのフレームを喪失しなくなりますが、 BPDU は受信をします。お世話になっております、マサルです。今回はスパニングツリーのポートの役割、ルートポート、指定ポート、非指定ポートについて一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。少しだけ前回の復習をしておきます。前回はルートブリッジの選出について一緒に勉強しました。ルートブリッジはブリッジ ID が一番小さいものが選出されます。ブリッジ ID はブリッジプライオリティと MAC アドレスでできています。2つのフィールドで構成されていますが、ブリッジプライオリティが優先して比較されます。このような構成の場合だと、スイッチのプライオリティが一番小さいスイッチ1がルートブリッジに選出されます。スパニングツリーではルートブリッジが決まったら、次にポートの役割が決まっていきます。これからポートの役割について説明していきますが、まずゴールからイメージした方が分かりやすいと思うので、最終的なポートの役割を先に見てもらうことにします。まず大原則として、ルートブリッジから一番遠い場所が非指定ポートになると思ってください。それ以外の役割は、各スイッチでルートブリッジに最も近いポートがルートポートになり、各リンクでルートブリッジに最も近いポートが指定ポートになります。ルートポートにも指定ポートにもならなかったポートが、ルートブリッジから一番遠いポートとして非指定ポートになります。ちなみに非指定ポートをブロッキングポートと呼ぶこともありますが、本動画では非指定ポートと呼ぶことにします。なんとなくイメージできたでしょうか。それではここから詳しく説明していきます。ルートブリッジが選出されたところから話を始めていきます。ルートブリッジが決まったら、次はルートポートが選出されます。ルートポートというのは、各スイッチでルートブリッジに最も近いポートです。まず各スイッチの累計パスコストを考えていきます。今回は全ての帯域が 100Mbps で考えていきます。 Cisco の場合はデフォルトで 100Mbps の場合はパスコストが19と定義されています。こちらのスイッチを例に考えると、上の経路はコストが19、右側の経路を使うと 100Mbps を3回通るので 19×3 で57ということになります。よって上の経路の方がパスコストが小さいのでルートポートになります。スイッチ3も同じ理由で、こちらがルートポートになりますね。では次にこちらのスイッチを見てみます。こちらのスイッチからすると、両方とも 100Mbps を2回経由することになるので、パスコストは同じ38です。パスコストが同じ場合、パスコストだけだと判断できません。そのような場合は、受信した BPDU の情報を使います。この BPDU には送信元のブリッジ ID の情報が入っているので、送信元のブリッジ ID の情報を比較して、最も小さい BPDU を受け取ったポートがルートポートになります。ブリッジ ID というのはブリッジプライオリティと MAC アドレスでできています。今回はプライオリティが同じです。 MAC アドレスが異なります。MAC アドレスは途中まで同じなんですが、赤くなっているところから異なっていますね。異なる箇所が、スイッチ3では 0D から始まっており、スイッチ2では D0 から始まっています。この2つを比べると、スイッチ3の方が0から始まっているので、ブリッジ ID が小さいですね。なのでスイッチ3に向けたこちらのポートがルートポートに選出されます。ちなみに今お伝えした送信元ブリッジ ID で比較しても、値が同じになってしまう場合があります。同じスイッチに接続して冗長経路が存在する場合は、送られてくる BPDU のブリッジ ID は同じものになりますよね。
このような場合は、さらにポート ID を比較して小さい方がルートポートとして選出されます。ポート ID というのは、ポートプライオリティとポート番号でできています。ポートプライオリティまで設定している機会は少ないので、ポート番号で比較すると考えてしまってもいいと思います。今回は少し隠れてしまっているんですが、こちらが FA0/1、こちらが FA0/2 なので、比較するとこちらの FA0/1 の方が小さいので、こちらのポートがルートポートになります。ルートポート決めるだけでなかなか複雑ですよね。少し情報をまとめておきます。ルートポートは各スイッチでルートブリッジに最も近いポートです。まずは累計パスコストを比較して、パスコストが小さい方がルートポートになります。もし同一のパスコストになれば、受信した BPU の送信元ブリッジ ID を比較して小さい方がルートポートになります。同一スイッチに接続されている構成の場合はブリッジ ID が同じになるので、ポート ID を比較することになります。ポート ID はポートプライオリティとポート番号ですが、試験においてはポート番号を比較してもらって、ポート番号が小さい方だと考えてもらって OK です。ちなみに比較するポート間違えないように気をつけてください。受信した BPDU の情報で比較するので、比較対象のポートはこちらのポートです。FA0/1 の方が小さいですね。比較対象を自分のポートにしないように気をつけてください。例えばこちらが FA0/1、FA0/2 の場合、自分の接続先は FA0/1 の方が小さいですが、送信元のポート ID が最も小さい BPDU を受け取ったポートなので、相手が送ってきた BPDU の情報を比べて FA0/1 の方が小さいので、 FA0/1 につながっているこちらのポートがルートポートになります。ルートポートが決まったら、次は指定ポートを選出します。指定ポートは各リンク単位で見ていきます。各リンクでルートブリッジに最も近いポートが指定ポートになります。指定ポートはリンク単位で考えるというところがとても大切なポイントです。各リンクには指定ポートが存在します。よってルートポートがもう分かっている場合は、ルートポートの対抗として指定ポートが存在することになります。残ったここのリンクに注目してみましょう。このリンクでどちらのポートがルートブリッジに近いか考える必要があります。ルートブリッジがここにあるので、なんとなくこっちの方が近いなという印象があると思いますが、どのように決めていくのか一緒に見ていきます。指定ポートの決め方もルートポートの選出方法に似ています。まずルートパスコストが最も小さい BPDU を送信するポート、それでも決まらなければ送信元ブリッジ ID が最も小さい BPDU を送信するポート、それでも決まらなければ送信ポート ID が最も小さい BPDU を送信するポートです。コスト、ブリッジ ID、ポート ID、 この順番で比較するのはルートポートと一緒です。しかし送信するポート、この言葉に注目してください。ここではルートポートの選出方法と指定ポートの選出方法を比較して並べてみました。ルートポートはスイッチ単位で見ていって、ルートブリッジに最も近いポートが選出されましたが、指定ポートでは各リンク単位で見ていってルートブリッジに最も近いポートです。さらにルートポートでは各情報を受け取ったポートが選出されていきますが、指定ポートでは各情報を送信するポートが指定ポートとして選出されます。この違いが少し難しいポイントですが、とても大切なポイントです。では今の話を踏まえて指定ポートを決める流れを見ていきます。スパニングツリーを構成するときに、それぞれのスイッチは BPDU を送り合います。その際 BPDU にはルートパスコストの情報が入っています。こちらのスイッチは自分のルートパスコストが19であると BPDU に入れて対抗のスイッチに知らせます。こちらのスイッチは自分のルートパスコストが38であると BPDU に入れてお知らせします。この値を比較してルートパスコストが小さい BPDU を送信しているポートが指定ポートになります。今回の場合はこちらのスイッチの方がルートパスコストが小さいので、ここが指定ポートになるということですね。もしルートパスコストが同じなら、送信元ブリッジ ID が小さい BPDU を送信するポート、それも同じなら送信元ポート ID が最も小さい BPDU を送信するポートの順番で比較されていきます。ちょっと複雑に感じると思います。最後にまとめて流れで復習するので、今はなんとなくでも大丈夫です。安心してください。最後は非指定ポートです。非指定ポートは役割が決まらず残ったポートです。ユーザーのフレームを転送しなくなります。今回はこちらのポートが役割が決まらず残ったポートなので、
ここが非指定ポートになります。非指定ポートではユーザーのフレームを転送しなくなるのでツリー構造にすることができます。もしユーザーからのフレームが非指定ポートに届いたとしてもフレームを転送することはありません。また非指定ポートでは MAC アドレスの学習もしなくなります。しかし非指定ポートが全く何もしなくなるわけではありません。現在の状況を把握するために BPDU を受信して自分が非指定ポートであり続けるべきかを判断します。スパニングツリーのポートの役割は少し複雑なんですが、かなりの確率で CCNA の試験に出題されています。大切なところなのでもう一度全体を流れで見ておきましょう。今回は全て同じ帯域のネットワーク構成で考えました。まずルートブリッジが決まります。プライオリティが0なのでこちらのスイッチがルートブリッジです。ルートブリッジが決まったら次はルートポートがどこになるかを考えます。ルートポートは累積パスコストを比較します。このスイッチとこのスイッチはどちらがルートポートかすぐわかりますよね。ルートパスコストが近いのはこちらのポートです。こちらのスイッチはどちらの経路もパスコストが同じなのでブリッジ ID を比較します。今回はプライオリティが同じなので MAC アドレスの差で考えて MAC アドレスが小さいこちらのスイッチとつながっているポートがルートポートになります。ルートポートが決まったら次は指定ポートです。各リンクごとに見ていきましょう。各リンクごとに指定ポートは存在しています。なのでルートポートの先は指定ポートということになりますね。この2つのポートでどちらが指定ポートになるか考えていきます。まずはパスコストで考えます。スイッチ2のルートパスコストは19、スイッチ4のルートパスコストは38なのでスイッチ2の方がルートパスコストが小さいということになります。ルートパスコストが小さい BPDU を送信するこちらのポートが指定ポートになります。ルートポートにも指定ポートにもならなかったこのポートが非指定ポートです。スパニングツリーのポートの役割を理解するのはなかなか最初は難しいと思いますが、少しずつ練習してみてください。それでは最後に冒頭の問題の見直しをして終わりにします。それでは今回のまとめです。スパニングツリーのポートには3つの役割があります。ルートポートは各スイッチ単位で見てルートブリッジに最も近いポートが選出されます。指定ポートは各リンク単位で見ていきましょう。各リンクでルートブリッジに最も近いポートが指定ポートです。上記のどちらにも当てはまらないポートは非指定ポートとなり、ユーザーのフレームを送出しなくなります。しかし BPDU は受信するのでここはしっかり覚えておきましょう。それでは今回はスパニングツリーのポートの役割を一緒に勉強しました。今回の動画いかがだったでしょうか。もし今回の動画がお役に立てば高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。